はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。みなたん、妖怪コンテストはご存知ですか？ですね、第2回妖怪コンテストが開催中です。実は一旦ごめんとかガブニャンも妖怪コンテストで選ばれた妖怪なんですけど、見た目や中身がヘンテコな妖怪や何々ニャンなどオリジナル妖怪なら何でも OK ということで、僕もいろいろ考えてみました。新キャラ一部紹介すると、まず野菜ニャン、フルーツニャンに似た感じ、トマトニャンとかピーマンニャン、ナスニャンとかありちゃう。あとスパイダーマンを真似てスパイダーニャンとか、スーパーマンに似たスーパーニャン、あと009風の00ニャイン、009ってみんなわかるんかな。あとエクソシストならぬエクソシスター、ニューヨーク育ちのニューヨークンなどなど、あとこれもデカニャンと真逆のチビニャン、あとヨップル社のマスコットヨップルちゃんで、厳選して3つに絞りました。エントリーナンバー1番、じゃーん、ピーターニャン、ピーターマンから来てます。俺っち飛べるニャンってことで、ピーターマンみたいに空を自由に飛べるようなニャン妖怪。ピーターニャンに取り憑かれると大人でも心が子供になる。必殺技は We are Children、 ミスターチルドレンみたいな混乱系の技にしてみました。エントリーナンバー2番、じゃーん、博士ニャン。博士ニャンは僕がテレビ出た時のニックネームなんですけど、実験するニャンってことで実験好きのニャン妖怪です。メガネつけてる感じ。博士ニャンに取り憑かれると何でも実験したくなる。必殺技は混ぜ混ぜミックスで、自爆系でドカーンってこう爆発する感じね、いろいろ混ぜて。この白衣でメガネな感じいくないですか。ラスト、エントリーナンバー3番、じゃーん、検索魔。何でもかんでもネットで検索してしまうっていう、全て検索魔のせい。若干うんちくまに似たようなデザインにしてるんですけど、この目のところが検索ボックスになってます。手にはカーソル、口癖はゴーゴー。検索魔の必殺技はサクサク検索吸収系、相手の HP 吸収で2種類ぐらいバージョン考えました。エンターキーにスターンってこう着地するバージョンと空を飛んでるバージョン、まあまあ入賞されるとかは別にして、この3つをちょっと応募しようかなと思います。応募の仕方はハガキです。締め切りは5月14日まで、月刊コロコロコミック9月号で発表予定です。チェックイットアウト。